ネバダ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州の近銀公務役が連なるシエラネバダ産務役部のゴールドカントリーに位置する軍である。2010年国勢調査での人口は98,764人であり、2000年から7.3%増加した。軍庁所在地はネバダシティである。夏のマーティスクリークことダム、ネバダ軍南端のトラッキー市近くにある。 満水の時は、隣のプレイサー軍にまで広がる冬のマーティス、クリークことダム、プレイサー軍上空から、北のネバダ軍方向を望むネバダ軍は1851年に、ユバ軍から分かれて設立された。軍名は、鉱山町ネバダシティから取られており、ネバダシティは、シエラネバダから名前を取った。スペイン語の、ネバダは、雪のある、あるいは、 雪に覆われたという意味である。ネバダシティはその名前に初めてネバダという言葉を使った土地である。1851年に新しく設立されたネバダ軍もその名前を模倣した。ネバダ州がその名前を採用したのは10年後の1861年だった。この地域は1849年のゴールドラッシュで活性化された。カリフォルニア州の生成期に 重要な役割を果たした、この地域の誕生を後付ける多くの歴史史跡が今も残っている。その中でも、ネバダシティにあるネバダ劇場は1865年に建設され、カリフォルニア州では最古の劇場である。現在でも運営されており、かつては歴史に残る人物が来場したが、中でもマーク・トウェインが有名である。 1890年に建設された昔の駅馬車停車場は3世紀にまたがって今日でももてなしの場となっている。この歴史的な場所は現在も駅馬車の安全を見せている。すなわち現在のレストランの外での展示でありゴールドラッシュ時代の駅馬車泥棒や悪名高い山賊の多くの伝説のもとになっている。ネバダ軍の金関連産業は 第二次世界大戦の後まで繁栄を続けた。ネバダ軍では多くの最初や歴史的技術の動きが行われてきた。世界初の長距離電話は1877年にリッチ電話会社がフレンチコーラルとフレンチレークの間に付設したものであり、延長は58マイルあった。この地に1853年頃に建てられた建物から ミルトン鉱山会社が運営していた。ペルトン水車は金山に動力を供給するために作られたものであり、現在も水力発電機を駆動している。ネバダシティとグラスバレー市はカリフォルニア州で最も初期に連闘を灯した都市だった。オリンピック、NASA および事実上国内のあらゆるテレビ局はグラスバレーで設立されたグラスバレーグループが設計し製造したビデオと、 放送の機器を使用している。電子医療投薬機器はネバダ軍で初めて開発され製造された。最初に商業生産が可能なテレビ電話はネバダシティで開発された。50以上のハイテクと応用技術の会社及び1000以上のハードウェアとソフトウェアがその設計と開発についてネバダ軍から生まれた。 ネバダ軍はシエラのシリコンバレーと呼ばれることもある。最初のテレビゲームのポンもネバダ軍で生まれた。ネバダ軍狂気鉄道は1876年に建設され、その主要貨物は金だったが、西部では一度も強盗に遭ったことがない唯一の鉄道となった。鉄道の建設者でオーナーのジョン・フリント・キダーは強盗を試みるものなら、誰でも自ら追跡して殺したという評判がある。 この鉄道は1942年に廃線になり、スクラップになった。グラスバレーでは1851年にホルブルック、ホテルが開業し、マーク・トウェイン、ブレッド・ハート、さらに4人のアメリカ合衆国大統領が泊まった。ラフ・アンドレディの町は、アメリカ合衆国から脱退し、一時期ラフ・アンドレディ大共和国を形成した。近海、約6トロイオンス、ネバダ軍の湯葉川交渉で最高。 寸法、8 3 x 2 8 x 2 3トルアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は974平方マイルで、あり、この内陸地は958平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は1.73%である。軍の西部はいくつかの水流が境界となり隣接する。 軍と不規則な軍境を形成している。軍が創設された時、創設者は大陸横断鉄道を利用できることを望んだので、鉄道庁のトラッキーを含む区形の部分が付け加えられた。このことで注意すべきことは、軍の最終形状がゴールドラッシュの軍で都会風の住人に気に入られた海中型の拳銃でリンジャーに似てきたことである。軍内には相当な面積の森林。 草原、サバ、森林には、新葉樹や多くの木が多いタイプの森がある。また多くの低木紅葉草本やイエローマリポサ、リリーなどの野草も自生している。ネバダ軍は、アメリカ合衆国の軍で、隣の州と同じ名前を持つ4軍の一つである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2009年4月21日時点で、 ネバダ軍には25,601人の登録共和党支持者と21,548人の登録民主党支持者がおり、12,184人は支持政党の回答を拒否した有権者である。アメリカ独立党とアメリカ緑の党の支持者は、それぞれ2,000人以下である。2000年と2004年のアメリカ合衆国大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが過半数を得票した。 2008年の選挙ではバラク・オバマが51.5%対46.2%でネバダ軍を制した。大統領選挙で民主党がネバダ軍の多数を取ったのは1964年のリンドン・ビー・ジョンソン以来だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙ではカリフォルニア州第4選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では第3選挙区、 カリフォルニア衆議会上院員議員の選挙では、第4及び第1選挙区に入っており、2010年時点ですべて共和党議員が務めている。2008年の明大8に関する住民投票では3秒差で法案に賛成した。これは同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。ありがとうございます。